すごい喋るの上手かったりプレゼンが上手い人増えたんですよ。そういう人が喋りが上手いわけではないんですよ。大学生です。会話をすることに苦手意識があります。彼氏は本好きで哲学や政治法律といった多様な分野の話をしてくれますが、私はその話を全く展開させることができません。それぐらいの知識より差がある場合どのように話を広げていけばいいんでしょうか。いや、これはだから彼氏がそもそもこれ会話が下手なんじゃないですか。あなたが会話苦手なんじゃなくて、この方が哲学や政治法律とも知らないのにその話をしてくる時点で会話が下手だと思う。会話というのは相手がキャッチしやすいボールを投げる、で相手のキャッチしやすいボールを投げてもらうっていうものなので、相手が取れないいやらしいコースの球投げるやつとキャッチボールして面白くないですからね。すごい喋るの上手かったりプレゼンが上手い人増えたんですよ。そういう人が喋りが上手いわけではないんですよ。あの人たちはもうインプットしたものをアウトプットする能力がめちゃくちゃ長けてるだけであって、あと速さがあるだけであって会話が上手いわけじゃないんですよ。キャッチするのが上手い人の方がね会話って上手いんですよ。でゆっくり噛み砕いて一個一個返せばいいんで、1を10で返す必要なんかないんで。